このチャンネルには、いろいろなジャンルの動画がございますので、チャンネル登録して、ご覧いただけると嬉しく思います。東日本大震災から今年2021年で10年を迎える年に、仙台国際空港に復興ピアノローラが設置されました。期間は2月19日から3月12日限定。被災し修復されたグランドピアノです。この奇跡のピアノを所有者より特別にお借りし、期間限定での設置が実現することになりました。ピアノの所有者はピアノ講師の桜井由美さん。津波をかぶり傷だらけのまま瓦礫の中に置かれていたピアノは、修復作業を行い約半年かけてよみがえりました。誰でも自由に演奏することができます。アイベックスエアラインズから大阪へご出発のお客様にご案内いたします。Thank you.